はようございます。ベトナムニュースホストの小森優也です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近におテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。なんか一つ気づいたことがあるんですけど、なんかこのモニターがあるじゃないですか。でここって結構ビューティー系の、あのことをやってるブースじゃない、ビューティー系のこと多いじゃないですか、その生放送で販売、はい、それだからかなんか綺麗な気がするんですよ、ね、なんかそのなんだろう、結構綺麗に顔が加工されてる気がするんですけど、実際どうなんですかね。このモニターだけがそうなのか、なんか実物の私よりも多分、いや実際も綺麗ですよと。そういう話で、はい、じゃあ本日も行きます。ニュースです。はい、ハノイの動物園で飼育員が新しい健康管理法を考案。はい、なんか動物園の飼育員さんが動物のうんこの匂いであの健康が分かるっていう、そういうのをやり始めたみたいな、うん、すごいですね。いいですね、うん、ドリトル先生って書かれてましたね、ベトナム。あ、そうですか、そうですか、そうですね、動物の先生ですね、動物の医者さん。以上本当に以上ですか。そうね、まあでもそういう人たちってよくいるよね。え、なんかその動物のさ、うんことかさで健康状態分かるみたいな、うん、てかうんこで健康状態わかるからね。そうですね、うんちで基準ですよね、健康。そうそうそう、とかありますよね。腸の状態があのダイレクトに反映されますからね。そうですね、はい、やっぱ色がおかしかったりね、状態がすごい緩すぎたりとか。そうですね、はい、もうちょっとどうぞ僕この別に動物系とかあんまわかんないですけど、腸とかだと語れるけど。でもなんか見たところ、そう、500種類ぐらい動物がいて、まあ、それの管理がその糞で管理することになって、よってまた革新的な感じになるみたいなことをざっくり読んだんですけど書いてありましたね。はい、はい、いいと思います。昔からやってんじゃないですかね、そんな法案とかって言ってるけど、大体そうじゃない、だってその動物に携わってる人は。そうで、まあ、人間も見ますからね、そうそうそう、糞の状態を。そうそうそう、はい、はい、というかで、まあまあみんなが幸せだったらいいんじゃないですか、はい、っていう。まあじゃあベトナムにもそうやって、そう、あ、まあ、ベトナムの人ってそもそも結構動物好きな方多いですから、ね、あ、そうだね、うん、はい、そういうほんわかしたニュースでした、はい。以上本日のベトナムニュースでした。ご質問などありましたら YouTube、Facebook のコメント欄にてお寄せください。 MCB からのお知らせ。 MCB では最近テレビ以外にも YouTube や Facebook ウォッチなどに力を入れております。また外国人コンテンツをどんどん増やしており、最近ですとですね、私も別の番組に出させていただいたり、 WBC さんも一、うん、日どんな風に過ごすかっていう、なんか、ベトナムの吉本のね、はい、芸人さんですね、はい、出ていただいたりしているので、ぜひ YouTube チェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。それではまた明日。 Go and taste a truly unique review shows about culinary, sporting activities, beauty services, exploring Instagrammable locations or hot places that attract youngsters. Exciting, fun, and enjoyable.